実はこれ3本で1本になっているんです。見えますかね。あ、うん、3本で1本になってます。あ、はいはい、でこの中のまたこの1本はって言いますと、細いのこれ、 ある、はい、細いのが見えます。うん、細いの、うん、これが9本で今1本になってます。ですからこの横糸は3区21種、これ繭27個で1本にしたもので売ってるんです。でこれは羽二重です。このこういう絹の織物を織るのにはね、釘中 の湿度がもう 70% 切ってしまいますと、こんなして動かしていると糸がもろくなってくるんです。逆に絹糸っていうのは水分を含むと、あのひねりとか引っ張りに強くなる性質がありますんでね。でこの絹糸で、この絹でもって旗を織るのはこの辺は向くんです。